まあ、見た感じこうちょっとボールの下を蹴ってるっていう。あ、そうですね。はい、でも結構あのいい弾道で蹴れてたんで、はい、そんな教えることあんましないと思う。ちょっと2点ぐらい。2点ぐらい。はい、でまず、まあ、ボール僕が蹴るときには、まあ、ここら辺、はい、ここら辺でこの真ん中ら辺を、はい、こうなんていうこう舐めるように舐めるように蹴るっていうか、はい、なんていうんですか、こう蹴るときにちょっとこう来て、まあ、普通だったらこう上にこう行くじゃないですか。そうですね。はい、僕の場合はちょっと下にこう行くような感じでこう上から下に行くような感じでスライスするような感じで、ちょっと その当たる瞬間にインパクトをちょっと当てるっていうか、まあそうすると低弾道でこういうちょっとボールが蹴れる。はい、一回ちょっと、あ、一回、あ、一回一緒みたいですね。うまい。こんな感じで、本当なんかインステップで舐めるような感じで、中心から、お、いい。で、ポンと当てる瞬間に力入れたら。チップにしちゃうとこうアウトかかったりしちゃうので、振り抜くような感じで。